あ、これは塩菜が花を咲かせてますね。さつまいもと同じでもって昼顔花だっていう理由がこうやって花が咲いてみるとよくわかります。本当に朝顔みたいな花が咲いてますね。塩菜の花は初めて見ました。これはビートですね。これは8月の21日に種まきしたビートで、こっちがターサイで、どっちもかなり大きくなってきてます。こちらが、これは株ですね。これも8月の21日に種まきした株。いや、もうこれは収穫できるような状態になってきてると思います。9月の17日に種まきした、サニーレタスが、ちょっとそろそろ間引きが必要かもしれないですね。で、同じ時期にこう種まきしたこっち側がトレベスで、こっち側が小松菜ですけども、この辺もこう小松菜もちょっとそろそろこれは間引きをした方がいいような感じがします。こっち側はキャベツの苗ですね。9月の24日に種まきしたキャベツの苗、発芽が揃ってたはずなんですけど、この辺がやっぱりなくなってますね。ケツ株が出てて、これは虫に食われたんでしょうかね。どういう理由でしょう。これが8月24日に種まきした、ネギです。やっぱりこうやって見ると、発芽した後にこうなくなってしまうネギっていうのがだいぶありますね。等間隔でこれ筋巻きしてるはずなんですけども、こうやって見るとネギの苗が見当たらない場所が随分あります。やっぱりちょっと不織布をかけてあげるとか一工夫した方がいいのかも知れません。こういうのを見ると、これが9月17日に種まきした下仁田ネギの苗です。これもやっぱり発芽してない種とかが結構こうやって見るとありますね。発芽率がこれ何パーセントぐらいでしょうかね。6割ぐらいでしょうかね。こちらは8月21日に種まきした赤玉ねぎですね。で、その隣が早生の玉、普通の玉ねぎで、こっちが早生の玉ねぎで、普通の玉ねぎのかなりやっぱりぶどまり、苗まで行くぶどまりっていうのが低くなってるっていうのがちょっと気になるところです。こちらは9月の24日に種まきした人参、無事にだいぶ発芽してきてる感じがします。こちらは8月21日に種まきしたサニーレタスですね。これはやっぱりちょっと発芽率が悪かった感じがします。それからジャガイモですけど、心配したんですけども、こうやって見てるとかなり発芽してきて育ってきてますね。これ8月の21日に植えてるジャガイモなんで、こうやって見てみると芋がダメになったんじゃなくて、やっぱある程度涼しくならないと発芽そのものをしないと、そうするともしかするとですね、やっぱり芋そのものをもう少し深く埋めて地表の温度の影響を受けないようにした方が良かったんじゃないかなって気が若干
つらな感じがします。それからこれが9月17日に種まきしたごぼうですね。で、その向こう側、これが9月17日に種まきした株で、これは、順調に育ってるかなという気がします。これがやっぱり9月17日に種まきしたブロッコリーで、これも順調に育ってる気がしますね。で、あとほうれん草がこういうふうにこうやってて、これも9月17日、この辺全部9月17日巻きですけども、柿菜、小松菜、これチンゲン菜か。小松菜じゃなくて、チンゲン菜ですね、チンゲン菜、ほうれん草と、みんな順調に育ってる、います。